朝はコーヒーとサンドイッチができました。サンドイッチを食べたいと思います。はい、今からチェックアウトします。ここはチェックアウトの時間は12時なんですけど、今11時4分ということで、一応ここに言うとかんとあかんのかなということです。キャンプ場が出まして、福井まで78キロ、敦賀まで19キロ、もすぐそこ福井県です。これが鯖街道だと思うんですけど、福井から日本海から鯖を運んでた道じゃないかなと思います。はい、どうもやってきましたのが、ここは敦賀です。敦賀。の魚、お魚さんがいっぱいいてる市場です。駐車場ものすごい広いんですけど、車が大きいもので端っこの方に止められました。日本海魚かけてるね。これ明日の晩まで置いてもどうもない。もう何本でも。はい。マジマジ。もう税込み1000円でいいよ。明日の晩まで置いてもどうもないで。何年か。出来たてや。これも1000円。はい。よかったら持ってってや。やばいよ。今もらったのが、この街道はこれ控えてるよ。美味しい。はい、いらっしゃい。車いるんでスッと入るのはやっぱコロナ。スーパーで寄ってんのはコロナが多い。イギリス美味しいよ。深海魚。予想いたってないんやから。なんか買ってます。これあのオードリーの好き。はいはい、どうぞ。うまや。それプリンの子。プリンの子だそうです。いただきます。プリン。食べた。はいはい、どうぞ、つまんでいいよ。マジ？うちはビラビラって決めや。知らん。ビラビラ。
めっちゃでかこれ。でかー。でかこれすごいなこれ。結構重いよお姉さん。頑張らなあかん。エビアンサめちゃめちゃでかいなこれ。でかい。もういっぱい出るね。大丈夫もうちょっとよ。道の駅です。暑い、めちゃくちゃ暑いです。してましてね、結局のとこなんかほとんど熟睡できなくて、それで朝ですね起きて、ほとんど帰ったんですけど、岐阜の友達が残って、岐阜の友達と、キャンプ場で朝ごはんを食べ、そしてそのままですね、隣の、福井県の敦賀のお魚の町というところまで行きまして、そしてちょっとお魚の町を観光しまして、今自宅に帰っているとこです。ここの場所はですね、湖西線です。
湖西線ですけど、最終のですね、京都東という高速道路近くになってくると、いつもここものすごく混むんですね。今渋滞中です。こんな感じです。こんな感じでずっと渋滞してます。今時間の方がちょうど午後の3時ということで、みんながあちこち遊びに行ってた人が帰ってる時間帯だと思うんですけどね。今度ですね、北海道に行くときは一度この湖西線をですね、ちょうど逆から今来てるんですけど、これを登って、越前、福井県の方に出て、福井県、宮城名神高速道路に乗ることができました。湖西線は最後のところ、いつも混むんですね。今3時40分です。あと1時間ぐらいかな。たけちゃんと梅ちゃんの初めての水泳でした。2人ともよく頑張ったと思います。よろしかったらいいねと登録をお願いします。またよろしくお願いします。バイバイ。